どうもしゅんです。こんにちは。今日は、キャリアチケットさんの方にお邪魔しております。でこれから僕たちは面接を受けるんですけども、楠田さんと面接対決という形でやっていけたらなって思っております。思うのですが、ね、これはごめんなさい、あのスーツをベトナムに忘れてきちゃったんですよね、はい、だから一番忘れなさそうな場所なんですけど、ね、いやそうなんですよね、はい、スーツをベトナムに忘れてきちゃったんですよね、はい、キャリアチケットの荻野です。キャリアチケットの木本です。よろしくお願いいたします。今回お二人に関しては内定までしっかりとサポートをさせていただきますので、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。将来僕のなりたい像は家庭も大事にする経営者になりたいです。おー、いいですね。なんでなりたいんですか？家庭を大事にする経営者に。理由としては僕の偏見なんですけど、やっぱ成功者で家族も大事にする人は本当に少ないなっていうのは感じてきました。まあ少ない知見の中ではあるんですけど、自分にとっての幸せっていう観点を考えると、その仕事での成功と家庭で の, その家族と過ごす時間っていう、奥さんと過ごす時間っていうのはすごい大切だし、子に対して幸せを感じるなっていうものなので、家族も大切にして仕事の面でも成功するっていうところを自分のなりたい像として求めています。ただ相手がいないです。ただ相手がいないです。相手がいないと家庭も大切にできないですから。そうですよね。今後ですよね。今後でね、はい、まだ若いですから。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 そしたら家庭を大事にする経営者になるためには20代で何をするべきだと思いますか？僕は、お金を稼ぐ力と人間力を身につけるべきだと考えています。お金によって幸せにはならないと思うんですけど、不幸せはゼロにすることができるので、そこの部分の稼げる力っていうところと、あとまあ人としての器以上に会社も大きくならないし、幸せの総量みたいなのも大きくできないと思うので、そこの人としての器を大きくしたいなって思ってます。お金を稼ぐ力ってじゃあこう20代のうちで身につけるためになんかどんなことをこうしたらいいっていうふうに考えられてますか？ああ、ここまでは詰め入れてないですね。将来なりたい像とかっていうのはこうなんとなくお話することができてるんですけど、まあ、そのためにこう何をこう20代のうちにしたらいいのかみたいなところの具体的なこうエピソードとか具体的なこうお話っていうところが、まあ、できない方が結構多いので、まあ、そこを押さえておくとかこの質問の大きなポイントになるんじゃないかなと思います。なるほど。強い女性になりたいっていうのがあります、はい、うん、強い女性っていうのはどのようなものだと思いますか？私の母が私の理想像ではあるんですけど、はい、自分の子供であったりとか今尊敬される人ってすごい強い人だと思うので、どんなミスに対しても特にうろたえずやってる方なので、自立できるような女性にはなりたいなと思ってます。楠田さんにとって、まあ、自立できる女性って何ができたら自立できる女性になると思います？私がやっぱり、まあ、場数が少ないっていうのもすごいそうなんですけど、何に対してもすぐうろたえて周りの人に頼って何とかしてもらって自分の力でさっと解決できるような頭の回転だったりとか自信であったりとかみたいなのをつけていって、まあ、外的要因に左右されずに、まあ、自分の力だけで進めていけたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。回答にもちょっと共通してくるんですけれども、まあ、強い女性とか、まあ、自立できる女性っていうのは人によって捉え方が若干違ってくるので、まあ、自分なりに定義付けができればいいかなと思ってます。強い女性っていうのは私的にはこう考えていて、まあ、こういう風になりたいと思ってます。で、今強い女性になるためにやってることとしてはこういうことやってますみたいなのがまとめて言えるといいかなと思います。就活サービスをリリースしたことです、はい、で目標としては、地方とかへの就活に関する情報とか機会格差をなくすってことを目標に就活サービスをリリースしました。内容としては YouTube の、ま、動画とかを起点に動画で選ぶ就活サービスっていうのをテーマにサービスをリリースしたっていうのが数時代に高い目標に向かって頑張ったことです、うん、そもそもそれをやろうと思った理由とかってなんでなんですか？理由としては自分が就活してた時に抱えた負みたいな、地方学生が就活しててなかなか企業のことを知らないというか知名度だけでしか測れないっていうところに負を感じたので、そこの部分も自分の YouTube 活動と絡められないかなと思ったのがきっかけです。高い目標を持ってそれに向かってどう頑張ったかっていうふうなところを聞いたんですけど、なんか具体的に目標ってどんな目標設定されてるんですか？就活サービスに関しては、はい、2年以内に地方学生の 80% を熱狂的なユーザーにするっていうところが目標で、はいはい、今走り始めた段階なので、達成しきれてないっていう感じです、ね。一
と3つあって、で1つ目がまず第三者にこう伝えなきゃいけないっていうところなので、自分がやってきたことをまず分かりやすく伝えられるかみたいなところがこう1つ目のポイントになってきます。で2つ目が質問の内容がこう高い目標を立てて、それに向かってこうどう頑張ったかってい こう質問だったと思うので、こう高い目標っていうところが、まあ、なんかどういう目標を設定したのかっていうところがこうちゃんと答えられることですね。なのでまあ具体的にこう数字とか使ってこうお話できたりするといいんじゃないかなっていうふうなところが2つ目ですね。で3つ目は高い目標を達成するためにこう現状とのこう課題というかこうギャップが何で、まあ、それに対してこう何がこう課題だったのかというところを、ちゃんと分かってて、高い目標とこう現状のギャップが何で、まあ、そのためにこう課題が何なのかというところがちゃんと相手に伝わればいいのかなというところがまあポイントですね。そうですね、自分の中でついたなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、いろいろ目標を持った上でフォロワーを増やすぞだったりとか、こう自分の中でいろいろ試行錯誤しながら、考えた上で実際にフォロワーが、まあ、一時は11万人ぐらいだったんですけど、まあ、実際それぐらい集められたのもやっぱりその共感力であったりとか、どうやったらそのフォロワーがファンになってくれるかみたいな部分を自分なりに考えた上で自分の中でビジネスにつなげて、自分のやりたいことに向かって今非常に進んでいけてるのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。そもそもなんでツイッターでフォロワー数を伸ばそうって考えたんでしょうか？私が元からそのメディアを立ち上げたいなっていう意識が昔からあって、で、まあ、いきなりメディア立ち上げたのなっていうのがあったので、まず自分がこう広告媒体になれるような人間であるために、じゃあとりあえずまあツイッター好きだったらツイッター使ってフォロワー増やすかぐらいの安直な考えだったんですけど、予想以上にどうすって、なんかとりあえずフォロワーを伸ばすことしか考えてなかったので、はい、特にターゲティングもせずにモノマネ動画でごそっと集めてしまった感じなんですけど、モノマネで集めてしまったフォロワーっていうのは、そのメディアであったりとか、その動画と文字っていう全然別の部分なので、やっぱり本来やりたいことにあんまりついてこない、から、まあ、最初 そのターゲティングの部分だったりとかが全くできてなかったなっていうふうに、めちゃめちゃ後悔してます。ちゃんと分析して、しなくていいよ。ちなみに、どんなものまねしてたの？くねくねしてましたね。面白いし、止まってた。ちょっと雰囲気的なものだったんですけど、よくある女子大生だったりとか、あとまあ細かすぎて伝わらないものみたいな、ずっとそれで伸ばしまくってましたね、時は。ありがとうございます。あそこまで問題はなかったかなと私は思いました、はい、あとは実際にどれくらい難しかったかとか、具体的に何をしたかっていったところも抜けてたので、まあ、そこが答えられれば100点かなという感じですね。どういうふうに書いてあるんですか、そういうのって。そうですね、実際ツイッターのフォロワー数って伸び悩んだ時期とかはありましたか？モノマネをやりすぎて、どうしてもモノマネの女女子大生みたいなイメージがついてしまったので、モノマネの動画を、まあ、一切やめて全部消した時期があって、一回イメージを払拭させた上で新しいイメージつけてたらなっていうのが理想で、3ヶ月ぐらい空いて何をしてるかわからない人みたいなのを見ようしてた時期があったんですけど、本当に何をしてるか自分でも分からなくなってきてる本当に何をしてるか自分でも分からなくなってきてるってなってからは、やっぱり徐々にフォロワーが減ってきたりだとかっていうのが、まあ、まさに今起こってますね。それがあ、なるほど。そこから増えたとかありました？徐々にやっぱりこう、なんだろう、このイメージの出方みたいな部分は自分の中で意識して、やっぱり本当にやりたい方向であったりとか、私の動画じゃなくて、まあ、文字を読んでくれる人だとかを増やすために、まあ、実際にそのライターの仕事を増やしていくみたいな部分は今進めてます。はい、ありがとうございます。今多分靴田さんが答えてくれた文章をそのままくっつけていただければいい答えになります。さっきの、はい、さっきの思います。なるほど、ありがとうございます。キャリアアドバイザーのお二人、どちらの面接の回答が良かったか、こちらの札を上げていただきます。靴田さんの方は割と端的に結論ワードで答えてくれてたのが、まあ、いい印象だったかなっていうの。靴田さんの良かったところとかってありますか？個人的になんか、あの素の自分の思ってることをなんか本心でこう伝えてるなっていうところがすごくいいんじゃないかなと思って、なんか就活用にこうエピソードを作ってないっていうところがいいところなんじゃないかなって思って、すごい褒められて、素晴らしい、ありがとうございます。
ということでですね、今回のようなキャリアアスケートさんのカウンセリングであったり面談というのは常時受け付けていまして、今回は期間限定で先行対策のセミナーも行っているということで、下の概要欄から登録ができるのでぜひ皆さんしてみてください。福澤さんのツイッターも下の概要欄に、はい、フォロワーの平日さんなのでそれだけよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上でした。チャンネル登録お願いします。じゃあな。